寄贈されたのは、改修工事に伴い解体された首里城の女官居室の木材を活用して制作された三線です。うるま市に住む制作者の新里翔英さんが沖縄の音楽文化を広く知ってもらおうと中村雅人市長に贈りました。寄贈された三線は今後市長室に飾られ、来訪者に沖縄の伝統や文化を伝えます。